今日はね、掘り出し物の中古車が入ったということで、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、ほいで今日担当していただくのが、はい、営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ほいで今日紹介していただくお車、はい、こちらですよね。こちらですね。綺麗ですよね。綺麗です ね, ね、パッと見綺麗なんですけど、はい、これは何というお車ですか。はい、トヨタのルーミーですね。ルーミーですね。ルーミー、あのルーミーですね。人気ですね。人気ですよね。人気ですよね。で早速なんですけど、はい、車両本体価格おいくらですか。はい、いきなりいっちゃいますか。いきますよ。いきますか。はい、税込み100万。安っ。安いよ。安い。ポッキリポッキリポッキリ価格。ポッキリ価格100万円。はい、安いじゃないですか。いいでしょ。え、これめっちゃ古いお車なんですか。そんなことない、そんなことない。これ年式は平成30年6月。え、ということはまだ3年、4年ちょっと。4年弱あ、4年ちょいか。4年と3ヶ月から。4年ちょい。あー、ほんまですか。4年ちょいですね。え、まだまだね。まだまだです。最近の車じゃないですか。最近の車ですよ。新車といっても過言ではないですよね。過言じゃないです。いや、それは言い過ぎです、ね。言い過ぎや。それは言い過ぎ。ちゃんと突っ込んでもらわないと。ありがとうございます。せっかくボケてるんやから。あ、ごめんなさい。突っ込んでもらわんと。ありがとうございました。それで、走行距離は。はい、走行距離で、5万1000キロ。あ、5万1000キロ。はい、まあまあですけど、まあ、いい頃でしょ。でもまだ新車じゃないですか。まだまだ走りますからね。だからスプコのオランド。ああ、そうかそうか。スプコのオランド。ちょっと勉強していきます。お願いします。はい、これでグレードは？グレードは X グレード。X グレード？はい。え、まだまだ新車じゃないですか。いや、そこ違う。そこ違う。それ関係ない。グレードグレード。グレードは新車関係ない。関係ない。え、進めへんから。進めへん。進めへんで。進めへん。なんか今日ペース早いですよね。ペース早いですね。早いですね。暑いから。暑いから。早終わらそうですよ。早。いや違う。僕はいいですよ。突っ込んでくれへんから。突っ込んでくれへんから。突っ込んでくれへんから。で一通り聞きましたよね。一通り大丈夫ですね。大丈夫ですね。忘れてないですね。忘れてないです。あ、グレード聞いた聞いた。グレード聞いた。聞いた。走行距離聞いた。聞いた。年式も聞いた。車両本体100万聞いた。聞いたね。ほな、じっくり聞いていくんでいいんですよね。はい、大丈夫です。ですよね。はい。はい、ほなじっくり見ていきますね。はい、わかりました。お願いします。お願いします。じゃあちょっと外装チェックですね。はい、見ていきますよ。はい、どうぞ。はい、まず前なんですけど。前ですね。前どうですか。綺麗ですよね。傷とかないですか。ないですよね。ないですよね。ないですよね。あれ、めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですよね。ね、パッと見綺麗やな思ったんですけど、はい、ほんまに綺麗じゃないですか。綺麗と思います。あとですね、はい、ヘッドライトを見てください。ヘッドライト、はい、うわ、めっちゃ綺麗。綺麗でしょ。綺麗綺麗ね。え、あ、これでメッキ、メッキグリルがあって、あ、かっこいいじゃないですか。はい、でこっちも綺麗ですよね。綺麗ですね。はい、めっちゃ綺麗。はい、じゃあ横も見ていきますよ。はい、もうどんどん見てください、はい、どうぞ。横どんな感じですか。綺麗、はい、でしょ。いや、綺麗ですよね。ねえ、え、ほんまに綺麗ですよね。綺麗ですよね。え、当てた跡とかないじゃないですか。今んとこないですよね。今んとこ、今んとこ、今んとこっていうのは今んとこ、これから出てくる可能性が、いや、ないと思います。ないと思います。ないと思います。じゃあ後ろも見ていきますよ。はい、後ろ見ていてください、ね、はい、はい、こんな感じです。どうですか。いや、ほんまに綺麗。綺麗ですね。なんか拍子抜けじゃないですか。ねえ、いつもここで ね、なんかあるんですけど。なんか変な音楽ぴょぴょってね、ちょっとなるんですけどね。なるんですけどね。え、こっちも綺麗ですね。綺麗ですよね。じゃあ運転席側も、はい、運転席側も行きましょうか。はい、はい、これこんな感じです。ですね。はい、はい、え、マジで？マジで。え、ほんまに？ほんまに。え、ほんまに綺麗。ほんまに綺麗。どこも当ててない。どこも当ててない。え、ピッカピカじゃないですか。そうなんですよ。今日ちょっと僕の隠す出場がなかったですね。ないですよね。いや、ほんまに綺麗ですよね。綺麗でしょ。ちょっともう一回見ますよ。どうぞどうぞ。ボンネットなんですけど、はい、これ分かるかな。分かる。なんかキラキラしてますよ。キラキラしてますね。してますよね。めっちゃ綺麗な色ですよね。めっちゃ綺麗ですよね。ちょっとね、画像では分かりにくいかも分からないですけど、はい、ほんまピッカピカですよね。綺麗ですね。輝いてますね。輝いてます。一生懸命洗車しました。ちょっとだけ洗車しました。しました。ちょっとだけしましたね。はい。じゃあ中も見せていただきましょうか。はい。じゃあ開けましょうか。はい。はい、どうぞ。中どんな感じですか。はい、こんな感じですね。はい。中はこんな感じ。はい、あ、中も綺麗。綺麗ですよね。え、めっちゃ綺麗じゃないですか。はい。いや、ほいでおしゃれですね。おしゃれでしょ。おしゃれですよね。ねえ。黒とブラウンをね、はい、基調にしたなんかシックな感じしてますよね。やってますね。いや、ほいでね、はい、この内装がね、はい、革張りじゃないですか。革張りっぽく見えますね。え、革じゃない、これ革じゃないですね。革じゃないですか。革じゃないですね、これね。革っぽい。革っぽく見せてますね。革もどき。革もどきですね、これ、ね、偽物ですね。偽物ですね。言い方悪い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 。革調ですね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 。じゃあね、はい、まだ4年なんで大丈夫や思うんですけど、はい、一応シート加減、そうですね、見ときましょうか。見ときましょうか。はい、じゃあ座らさせてもらいますね。はい、お願いします、はい、どうですか。まあ、そらそらね、4年やからね。そうですよね。
そりゃふわふわやね。全然問題なし。問題なしです。快適ですね。快適ですね。ほいで上も高い。そうですね。めっちゃ高いですよね。ね、え、上20センチぐらい余裕ありますもんね。ありますよね。はい、じゃあこれほんま冗談抜きで、はい、2メートルの人でも大丈夫ですよね。大丈夫ちゃうかな思いますね。大丈夫ですよね。これでやっぱりこれは川ではないんですね。はい、これも川町ですね。川町ですね。川町ですね。ここも川ではない。川でもないですね。川ではないですね。でも見た目おしゃれですからね。いや、おしゃれですよ ね。全然いいですよ ね。じゃあ内装の装備ですね、はい、どんなもんついてます？そうですね、ナビ。ナビ、はい、ナビついてます。ナビついてます。これどこのやつですか？カロッセリアですね。カロッセリア、はい。あとはバックカメラ。あ、バックカメラついてるんですか？ついてますよ。ほんまですか？ついてます。ちょっと見てみます？いいですか？あの、信用してないわけじゃないですけどじゃないけど一応一応ね。じゃあキーオンしましょうか。はい、はい、じゃあちょっとキーオンしましょう。あ、じゃあエンジンのかけましょう。もチェックで。あ、ついでエンジンかけます、はい。あ、エンジンかかり具合良好。いいですね。いいですね。はい。じゃあバック入れましょうか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあバック入れさせてもらいます。はい、ここですね。ここですね。はい。はい。綺麗に映ってますね。映ってますね。はい。ちょっとカメラ画質悪いかもわかんないですけど。あ、映ってますね。はい、映ってます。これでチラッと聞こえましたけど、はい、ETC もついてます？ ETC ついてます。どこに？ここの足元に。ここですか？はい、ここについてます。え、どこですか？え、ここです、ここです。あ、ここ。これ。どこ？ここです。あ、ここね。はい。あ、ちょっと出っ張ってるけど。ちょっと出っ張ってるけど。でもこれ ETC ポジションなんですね。ね。ここですね。うん、使いやすいですね。あとね、はい、あの、見てほしいんですけど、はい、ドリンクホルダーちょっと変わってますんでね、面白いんで。これですか？これですわ。はいはい、これのドリンクホルダー、こんな感じです。あ、なるほど。ちょっとちゃうでしょ。ちょっとちゃいますね。あ、なるほどなるほど。なんか変わってますね。ちょっと変わってますね。もう一回閉めてもらっていいですか？閉めますよ。これでキュッと。あ、なるほどね。はい。ちょっと可愛いじゃないですか。ちょっと可愛いかな。はい。じゃあ後ろの座席も見せてもらっていいですか？そうですね。はい、じゃあちょっと開けさせてもらいますね。はい。はい、失礼します。あれ、もしかして手動ですか？ここ手動なんですよね。手動なんですか？残念じゃないですか？残念ですけどね。向こう側はついてますね。あ、そうなんですか？ついてます。あ、ほな向こう行きましょうよ。向こう行きましょうか。行きましょう行きましょう、はい、こっちは電動なんですね。電動ですね。ほなこっち行きましょうよ。こっち行きましょうか。はい、じゃあちょっと開けますね。はい、はい。あ、ほんまやね。はい、電動でしたね、はい、ついてますね。で、中ですね。はい、中はこんな感じです。あ、中もやっぱり綺麗。綺麗ですよね。あ、ほんまや、全然綺麗ですね。まだまだ行けますね。で、やっぱり中も広いですか？広いですよ。ちょっとどんな感じか見てもらっていいです？はい、ほんじゃ行きましょうか。はい、はい、ほんじゃちょっと失礼しますね。はい、こんな感じですね。あ、ほんまや。あ、後ろも広い。はい、広いですね。やっぱり上が高い。高いですよね。ほんま上高いですよね。ねえ、ゆったりですね。髪の毛ビンビンに立てても全然余裕じゃないですか。全然いけますね。大丈夫ですね。あとですね、はい、ちょっとこれ見てほしいんだけど、こういうのもね、ちゃんとついてますんでね。あ、なるほど。ね、よくありますよね。優しい、優しいですね。ね、あったら便利ですよね。便利ですよ ね。これ外から全く見えないんですよね。そうですもんね。ちょっと見ていきますよ。全くじゃないけど、ちょっと、ね、全くじゃない。全くじゃないけど、ちょっと実験してみますね。はい、どうぞ。あ、ほんまに見えへん。ほんまですか？見えへん見えへん。え、ちょっと、下げましょうか。開けてもらっていいです？開けますよ。あ、あんまり分かりにくいな。ちょっと分かりにくいですね。分かりにくい。ちょっと分かりにくい。分かりにくい。これ失敗です。わかりました。じゃあ最後、はい、ラゲッジルーム見てみましょうか。そうですね。開けてみますね。はい。はい、開けます。もうこれ狭くないわけないですよね。ですよね。じゃあ狭いわけないですよね。狭いわけがない。狭いわけない。狭いわけがない。はい、あ、この感じ。あ、広い広い。まあ、はい。あ、めっちゃ広いじゃないですか。ですよね。車のね、長さの割にはね、はい、しっかりね、この荷室を確保してくれてるんで。そうですよね。ね。はい。僕は結構やっぱ好きですね、そういうとこは。もちろんね、シートアレンジできますんでね。あ、そうなんですか。はい。ちょっとやってみましょうか。はい、あ、お願いします。はい、まずね、はい、こちら見てほしいんですけどね、はい、どちらですか？これありますでしょ。これ、はいはいはい、これをちょっと上げていただいて、はい、でね、あ、なんかある、あるんです、これのね、はい、このフックをここにかけていただいたら、はい、あ、なるほど、ちょっと汚れてもいいやつをね、あ、そのまま乗せれるように。あ、なるほどね、はい、ここちょっと汚れてもいい、ね、掃除が楽なような感じになってるんですね。なってます。あ、これいいじゃないですか。いいでしょ。頭いいじゃないですか。頭いいですね、これ ね。山中さんさすがです ね。僕じゃないんですけど、ね、あ、じゃないか。僕じゃないんです。じゃないんです、ね、僕じゃないんです。じゃあやっていきますね。はい、じゃあこれちょっと倒していきます。なるほど。はい、これ倒します。あ、なるほどね、はい、パターンとパターンと倒して、はい、でもっと、え、さらにさらにもう一段階あるんで、これやると、おお、こういう感じで、あ、あ、めっちゃ広いじゃないですか。広いありますね。え、これもちろん左側もできます。やってみましょうか。
じゃあこちらもやっていきますね。はい、はい、じゃあこちら倒します。倒してこういう感じですね。あ、なるほど。あ、めっちゃ広くなりましたね。広くなりましたよね。なりました、なりました。はい、それでね、こちらを倒しますと、こちら、はい、これですね。よし、こういう感じで。あ、なるほどね。はい、自転車とか行けそうです ね。ちょっとね、小さいものでしたらね、ね、行けそうですね。多少道路ついてでもね、ね、行けますもんね。これ気にならないですね。はい、あ、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいと思いますね。賢いですね。賢いですね。さすが山中さんですね。あ、って言いたいんやけど僕じゃないです。僕じゃないですね。山中さんではない。僕ではないですね。あとですね、はい、こちらにね、はい、ちょっと小物入れちょっとありますんで、ね、こう、はい、これですね、ちょっと開けましょうかね。これ、はい、これちょっと開けると、まあこんだけです。あ、ほんまに、ほんまに小物でしたね。ちょっと小物。あ、ほんまに小物でしたね。はい、小物ですね。はい。ということで、はい、今回は中古車、はい、ルーミーの紹介でした。はい。で、ちょっとまとめますね。はい。こちら年式は平成30年6月。で、走行距離は5万1000キロ。グレードは？グレードは X グレードですね。で、車両本体価格おいくらでしたか？100万円ズバリ。で、車検が？車検はどうなってます？来年の6月まで。6月まで。はい。じゃあ1年弱ぐらいついてると。残ってますね。ただですよ。はい。まあ、一番気になる支払い総額ですね。はい。ここがやっぱり一番気になる思うんですけども。そうですよね。ズバリおいくらになるんでしょうか？119万。あ、安い。安いでしょ？安いじゃないですか。120万切りましたからね。120万切りました。はい。これは税込み。税込みです。込み込みで。込み込みです。ただですよ。はい。なんかないんですよ。なんかない。ここになんかないですよね。安全装備ついてます。あ、ついてるんですか。安全装備ついてます。安全装備ついてるんですか。ついてるついてる。あ、それ早言わないかもしれない。そうですね。安全装備ついてます。安全装備ついてます。はい。安全装備はついてるけど、はい、もう一個安全のためになんか欲しいですよね。そっかーですね。欲しいですよね。ドライブレコーダー。ドライブレコーダーついてないですね、これ。ついてないですね。安全装備ついてるのに、はい、ドライブレコーダーついてない。これはちょっといただけないんじゃないですか。そうですね。そこはもうやっぱりね、この動画を見たとお伝えくださいましたら、はい、ドライブレコーダーつけましょう。本場ですか。はい。うわ、太っ腹。ありがとうございます。ドライブレコーダーもついて。ついて。120万。120万。119万。1万増えた。ドライブレコーダー1万円じゃない。じゃない。じゃない。はい。119万円。119万。ただですね、大阪府以外の登録の方は別途費用がかかってしまいます。まあ、これはしゃあないです。しゃあないですね。しゃあないけど、はい、でもね、10万20万高くなるわけじゃないんで。そうですね。もうこれはね、しゃあないですね。はい、あります。気になる方はね、はい、もう中谷さんで、はい、ぜひ山中さんの方に問い合わせしていただければ、ね、と思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回は中古車、はい、ルーミーの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。